六分儀、六分儀、六分儀は、二つの視認可能な物体感の角度で表した距離を測定するために用いられる道具であり、の一種である。六分儀の主な用途は、転速工法のために天体と地平線との間の角度を測定することである。この角度、高度の推定は、最賃オブジェクト、対象に照準を合わせること、シューティングオブジェクト、テイキング、 A サイト、照準の補足と呼ばれる。角度と測定した時刻から、海図上のを計算できる。例えば、緯度を推定するには、南中時の太陽や北極星、北半球の場合の高度を測る。高さが分かっている物標の見た目の角度を計測することでその物標までの距離を測ることができ、6分岐を水平に保持することで対象の2点間の角度を計測でき、 ここからカイズ状のすることができる。また、月と天体との間の各距離を測定することで、グリーニッジ標準時にいる時刻を計測でき、これにより、経度が決定できる。公開用六分儀は、1731年頃に、ジョン・ハドリー、1682年から1744年と、1704年から1749年によって、最初に実装された。 アイザック・ニュートン、1643年から1727年が未発表の書簡の中で六分儀原理に触れていることが後に発見されている。この節では公開用六分儀について説明する。公開用六分儀について述べられていることの大半は他の種類の六分儀にも当てはまる。公開用六分儀は主に転足公開用に使われた。 デイビス4分儀と同様、6分儀は景気に対してではなく、水平線に対して相対的に天体を測定することを可能にする。これにより、優れた精度が可能になる。しかし、バックスタッフとは違い、6分儀は星の直接観測が可能である。これは、バックスタッフでは、使用が困難な夜間での使用を可能にする。フィルターをつけることで、 太陽を直接観測することも可能である。測定は地平線に対して相対的であるため、測定点は地平線に到達する光線である。したがって、測定は機器の角度の精度によって制限されるが、公開用アストロラーベなどの古い機器のようなアリガーの長さによるの制約を受けない。6分儀は相対的な角度を測定するものであるため、 完全に固定した照準を必要としない。例えば、六分岐を動いている船で使用した場合、水平線と天体の両方の像は視野の中で動き回ることになる。しかし、二つの画像の相対位置は安定したままであり、天体が地平線にいつ接触するかを利用者が決定することができる限り、測定の精度は動きの大きさと比較して高いままである。六分岐は、 多くの形態の現代の公開術とは異なり電気に依存しておらず GPS 衛星のような人間が制御するものに依存していない。これらの理由から六分儀は船舶において非常に実用的な航行装置のバックアップと考えられている。六分儀の枠は線形であり、その角度は円の60度である。六分儀という名前はこれに由来する。これより 大きい角度や小さい角度の計測器もある。45度の8分離、72度の5分離、90度の4分離、小限離である。6分離のフレームには、水平鏡、銅鏡とそれを動かす、指標座を、望遠鏡、シェードグラス、メモリ差しが刻まれた、個、正確な測定のためのマイクロメータドラムがついている。メモリは、指標座をの回転角度の2倍になるように付ける。 必要がある。8分儀、6分儀、5分儀、4分儀の目盛りは0度からそれぞれ90度、120度、140度、180度までである。例えば、横に表示されている6分儀の目盛りはマイナス10度から142度までであり、基本的には5分儀である。枠は76度、72度ではなくの角度をなす、線形である。 メモリを指標竿の回転角度の2倍にしなければならないのは鏡の間の固定光線、照準対象ものからの物体光線、および同鏡に垂直な方線の方向の関係を考慮することによって生じる。例えば指標竿が20度動くと固定光線と方線との間の角度も20度増加する。しかし入射角は反射角に等しいので、 物体光線と光線との間の角度も20度増加する。そのため固定光線と物体光線との間の角度は40度増加することになる。これは横の図に示されている例である。今日、市場に出回っている六分儀の水平鏡には二つの種類がある。どちらでも良い観測結果が得られる。伝統的な六分儀には 視野を二つに分割する反水平鏡がついている。片方の視野では水平線が見え、もう一方では天体が見える。このタイプの利点は、水平線と天体のどちらも明るく、できる限り鮮明に見えることである。これは、水平線が見えにくくなる可能性がある夜間やもやの時に優れている。しかし、天体の下場が地平線に接触するようにするために、天体を スコープの中で動かす必要がある全水平線6分岐は半透明の水平鏡を使用し水平線と天体の前傾が重なって見える。これにより天体の下場を水平線に接触させることが容易になる。半透明であるため水平線や天体が少し暗く見えることになるが観測の対象は大半が太陽や月であり曇りでなければ もやは滅多にないので、半水平鏡の抵抗量子の利点は、実際には、ほとんど重要はない。どちらのタイプでも、鏡が大きいほど、視野が広くなり、天体を見つけやすくなる。19世紀の六分儀では1インチ、約2.5センチメートルを超える大きな鏡がついたものは、ほとんどなかったが、現代の六分儀は、多くが5センチメートル以上の鏡を持っている。主にこれは、 精密平面ミラーの製造コストや銀のコストが低くなったためである。霧の中、月のない夜、窓越し、木や建物に囲まれている時など水平線が見えない時には人工水平線が役に立つ。プロ仕様の六分儀は水平橋の代わりに人工水平線を取り付けることができる。人工水平線は通常液体で満たされたチューブの中に 泡が入ったものである。ほとんどの六分木は太陽を見るときやもやの影響を減少させるためのフィルターを有する。通常、単独、または組み合わせて使用することができる段階的に色が濃くなる一連のフィルターの組で構えされている。また、調整可能な変更フィルターを有する六分木も製造されており、暗さの程度をフィルターのフレームを回すことで調整できる。 ほとんどの6分儀は1倍から3倍のを搭載している。多くの利用者は、より広くより明るい視野を持ち、夜間に使いやすい単純な小循環を好む。月のない夜に水平線を見るのを助けるために、光を増幅する、単眼鏡を搭載する利用者もいる。プロ仕様の6分儀には、クリックで角度を固定する装置と1分、1、60度まで読み取るためのアーム調整がついている。 ほとんどの6分儀は0.1分まで読み取るためのワームダイヤルのを持っている。1分の誤差は約1回りであるため、転速広報の可能な限り最高の精度は約である。会場では数回り以内の誤差は視界の範囲内であり、許容範囲内である。高度に熟練した経験豊富な航海者は約の精度で位置を決定できる。温度の変化によってこに、 歪みが生じ、不正確となる可能性がある。多くの公開者は、対候性のあるケースを購入しており、6分儀をキャビンの外で保管して、外気温と並行するようにしている。標準的なフレーム、図を、参照は、温度変化による角度の差分誤差を均等化するように、設計されている。ハンドルは、小屋フレームから分離されているので、体温により、フレームが歪むことはない。 熱帯で使用する六分木は日光を反射するために白く塗られており、比較的低温のままに保たれる。高精度の六分木はフレームとこがインバーン、特殊な低膨張の鋼で作られている。多くの化学用の六分木はさらに低い膨張率を有する石英やセラミックで構成されている。多くの市販の六分木は低膨張の真鍮やアルミニウムを使用している。 アルミニウムよりも、真鍮の方が膨張が小さいが、アルミニウム製六分儀は軽く、使用しても疲れない。そのため、アルミニウム製六分儀の方が手の震えが少なくなり、より正確であるという人もいる。忠実の真鍮製フレームの六分儀は、強風や激しい波でも、その影響を受けにくいが、前述のようにかなり重い。アルミ製のフレームと真鍮製の弧を持つ六分儀も、 製造されている。現在は生産されていないが、航空機用の六分岐は特別な機能を持っていた。多くの航空機六分岐は人工水平線を備え、頭上の窓からの観測ができるようになっていた。人工水平線の流体中のランガムな加速を補正するために、一つの照準に対して何百もの測定を行い機械的に平均する装置を備えたものもあった。 古い航空機用六分儀には二つの光の経路があった。普段使うものの他に開放型の操縦席で使用し、六分儀を膝に置いて上から見ることができるように設計されたものである。より近代的な航空機用六分儀は潜望鏡のようになっており、機体の上にわずかに突起させることができる。このような航空機用六分儀を使用してナビゲーターは 照準を事前に計算してから観察された高度と予測された高度の差を確認して自分の位置を判断した。太陽、恒星、惑星と水平線との間の角度の計測は6分儀に取り付けられた望遠鏡を使用し水平線を視認する必要がある。霧の日であっても海上の船舶では水面上の低い高さから視界を確保することで より明確でよりよく地平線を視認することができる。ナビゲーターは右手で6分儀のハンドルを握り、指で弧に触れないようにする。太陽の観測にはグレアを克服し、目が損傷するのを防ぐため、同鏡と水平鏡のそれぞれに鏡を覆うシェードのようなフィルターを使用する。指標座をゼロに設定して望遠鏡を通して太陽の像を捉える。 指標座を解放する、締め付けネジを外すか、最新の機器においては、クイックリリースボタンを使用すると、太陽の像を水平線のレベルまで下げることができる。水平線が見えるようにするには、水平鏡のシェードを裏返す必要がある。次に、指標座をの端にある微調整ネジを回して、太陽の周辺原稿の下場が、水平線にちょうど触れるようにする。6分岐を、 望遠鏡の軸の周りで回転させて、6分儀が垂直になるようにする。次に、マイクロメータか、複尺を利用して、この目盛りから角度を読み取る。観測を行った、正確な時間と、海面からの目の高さも同時に記録する必要がある。別の方法として、公開表から、太陽の現在の高度、角度を推定し、次に指標座を推定した角度に設定し、 同郷にのみ適切なシェードを適用し、六分岐を水平線に直接向け、左右に動かして、太陽の光が望遠鏡の中に入るようにする。その後、上と同様に微調整をする。この方法は、恒星や惑星を観測する場合には、成功する可能性は低い。恒星や惑星による観測は、通常、天体と、 海平線の両方が見える夜明けや夕暮れの公開白明時に行われる。望遠鏡で天体が単なる点として見えるので、シェードを使用したり、天体の下場を区別したリス必要はない。月も観測できるが、月は天球上で非常に早く動き、時間によって大きさが異なって見える。また、月は満ち欠けによって上端や下端が判別できない場合がある。 六分儀による観測の後、いくつかの数学的手順によって現在位置を絞り込む。最も単純な方法は、観測できた天体の投降度円を地球上に描くことである。その円と推測鉱石との交差点、または別の観測情報により、より正確な位置がわかる。六分儀は、視認できるものの角度を非常に正確に測定することができる。例えば、 ある天体と他の天体の間、陸上の物表の間などである。六分儀を水平に使用すれば、灯台と境界の戦闘など二つの物表間の見かけの角度を測定できる。これを使用して、二つの物表間の距離を知ることができる。垂直に使用すると、灯台の高さが分かっている場合、その光源と海面との間の角度から灯台までの距離を計算することができる。 6分儀は精密なためミラーは簡単に調整から外れてしまう。このため6分儀は頻繁にエラーを確認し調整する必要がある。利用者が調整可能な4つのエラーがあり、それは次の順序で調整する必要がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。